長泉沼津インターチェンジは、静岡県寸東郡町泉町,町元長久保にある、新東名高速道路のインターチェンジである。沼津市と長泉町の市境にある。新東名高速道路本線から分岐した後、ロングランプウェイで南側を通る、東名高速道路を、オーバークロスしてから、一般道路へつながる、出入路を分岐。さらにそのまま東駿河湾環状道路長泉。 ジャンクションに至る。なお、一般道路から、東駿河湾環状道路方面への出入り口は、設置されていない。伊豆中間自動車道、東駿河湾環状道路、の開通に合わせ周辺幹線道路を含め、道路案内標識をわかりやすくします。中部地方整備局沼津河川線国道事務所、2013年12月16日、新東名高速道路御殿場 JCT から、 三日日ジャンクションは2012年初夏開通を目指します道路名称とインターチェンジなどの名称も決定しました。中日本高速道路、2017年1月29日閲覧。道路名称、新東名高速道路、中日本高速道路、2017年1月29日閲覧。4月14日に、新東名高速道路御殿場 JCT から、 三日日ジャンクションが開通します。中日本高速道路。2017年1月29日閲覧。ありがとうございます。